はい、では先ほどのエキシビジョンレースの見直ししていきたいと思います。こちらですね。さて、スキル構成に関してちょっとスクショを撮って画面に表示しております。多分結構いろいろ発動してたと思うんだけど、私自分の画面で見ていなかったので何とも言えないんですけども、見てみましょう。さあ、勝負服、星2なのでね、勝負服持ってないんですが、固有はとりあえずレベル5、回復、金回復、円弧が1つ、パス上手と昇級系で2つ。で、あれですね、二重丸の根幹競技と春馬娘、緑スキルが2つあるので、これ結構ステータス底上げされてるんじゃないかと思うんですが、さて。晴れ渡る空の下行われる京都レース場。芝3210人の馬娘たちが挑みます。このレース最も人気を集めているのはサイレンス鈴鹿、1番人気です。この顔ぶれですよね。2番人気はこの子、2大スプリント覇者カレンちゃん、注目のナイスネイチャー、7枠8番での出走。7枠8番、10頭立て10番人気です。出走の準備が整いました。スタートです。これ何分になっちゃうか、ちょっとカット必要ないかもしれないですね。さあ、出遅れなしで、緑スキル2つ、まあ、突然発動しております。ちょっと厳しい位置ですが、ここからの巻き返しに期待です。サイレンス鈴鹿、会長に飛ばしていきます。さあ、花に立ったのはサイレンス鈴鹿。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは、レースの方が3200で、ステータスの方が、この子はスタミナどのくらいだったかな、800ちょいあるはずですね。さらにはアグネスタキオン、そしてその後ろから行くのは東海帝王、さらにはライスネイチャー、その後山陽マシン開いてスペシャルウィーク、まもなく第4コーナーカーブ、先頭がやや早いのか間延びした展開です。各自自分のペースを保っているようですね。順位を振り返っていきます。追い込みがいない割には結構広がった展開ですよね。前の方ではだいぶ競り合っているようで、はい、ここでパス上手が発動。後方のスペはあの子は差しなんだよね。姉ちゃん、うちも姉ちゃんも差しなんですが、結構開いてる。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが、現在1番手は9番マヤノトップガン。第1コーナー回って第2コーナー、逆に差しが少ないので、お、スタミナイーターここで来てますね。エンコが発動。差し焦り、差しためらいがあるんですが、この辺はまああまり寄与してはいないかな。スタミナイーターとするとガンコ、この2つでごっそり持っていった感じなんだと思いますが、マヤのトップガン、彼女の客室には合っていますね。2周目の向こう正面、各馬娘たちの動きが激しくなっています。さらに9番マヤのトップガン、佐藤アレンさん、さらには、はい、差し焦りですね。一応これでスペが、そうだよね、ここで差し焦りでスペかかってるんですよね。はい、小休憩が発動。これで回復スキルは全部発動しましたね。これもしかして鋭い眼光発動してない？こっから来てますね。固有が発動。いや、こっからがすごいな。モリモリ来てるな。差しためらい。あ、鋭い眼光発動してないっぽいですね。とはいえ、スキル10個中9個発動。この賢さでこれだけ出てるのは。さあ、ここで抜け出して、そのままフィニッシュという感じで、いや、よく頑張ってくれました。はい、というわけで、このような形になっておりました。ありがとうございました。